俺たち何気に結構な数のギガントモンスターを倒したよな。はい、最初に見た時はびっくりしたけど、なんとかなっちゃったね。それにしてもギガントってでかくてキモいわよね。うん、でかキモ。ティポもでかかったらかなりキモいわよね。いきなり貶められた。そんなことありませんよ。あります、ギガントあります。ユゼ、ギガントひどいです。やば、ギガント険悪だぞ。どうする、ルドガ。だよな、お前ら、ルドガーが今いいこと言ったぞ。そうか、ギガントなど修行がてらに一人で狩るものだろう。あんたはギガント特別なんだから黙っててくれよ。いいや、一つ言わせてもらう。ティポがいっそ家くらいでかかったら一回りして可愛いはずだ。ティポハウス、その発想はありませんでした。確かにそんな柔らか面白い家、住んでみたいほどキュート。エリーゼ、ティポ、私が間違っていたわ。ギガントごめんなさい。分かってくれればいいんですよ。これにて一件落着。ガイアス、どこまで狙ってやってるんだ。
ルドガーが私に話しかけるなんて、一体どうしたの？私を刺激したいの？どうしようかしら、うん、エル、この女嫌い。あなたも女なのね。そうだ、あなたも一緒に私を刺激するのはどう？同時に二人って初めて。きっと楽しいわ。かわいい。あまりからかうな。あら、ガイアス、どうしたの？ミューズ、お前に確認したいことがある。どうやって精霊界から人間界に来た？あなたも使ったじゃない。次元を切り裂く力か。剣は失われたけど、私自身の能力ですもの。私一人なら人間界と精霊界を行き来できるわ。おい、ルドガー。また会ったね、お嬢ちゃん。相変わらずちんまいな。そんな急に成長しません。科学者なのに頭悪いな、バランは。そりゃ科学的だな。今ラフォート研究所の帰りなんだけど、そこに人と精霊の交信法に興味あるってやつがいてさ、できたら協力してやってほしいんだ。君、精霊だったよな。え、私？もしうまくいけば、精霊界と人間界でいつでも連絡が取り合えるらしい。重度のやつが喜ぶんじゃないかって思ってね。そうね。何？私に見とれていたの？いいわ、引き受けましょう。本当？それはよかった。君ってちょっと変わってるし気が引けてたけど、頼んでみるもんだね。ナヤルって男でラフォート研究所にいるから、会ってやってくれよ。それじゃ。では行くか、ナヤルというものに会いに。あら、興味深い研究だからな。じゃあラフォート研究所に行きましょう、ルドガ。ミュゼには次元を渡る力がある。精霊界と人間界を行き来できるのは精霊の中でもおそらくミュゼだけだ。
なんだ君たちは。ごきげんよう。ナイアル博士はどちらに？見ず知らずのやつに教えるのはちょっとダメかしら。僕も精霊の研究で忙しいんだよ。もし教えてくれたら私を好きなだけ調べさせてあげる。化した精霊の体、興味あるでしょ？人間はこういうのが好きなの？大胆なのね。いや、これは純粋に研究を。もっとじっくり見ていいのよ、先生。博士はアルカンド出現でフィールドワークをしているそうよ。ミュゼの行動に驚いたのか。あいつの本心はかなり見えづらい。だがよく見てやれば案外素直な心を持っているやつだ。協力すると言ったよな。何か不都合でもあるのか。そんなの全然ない。とにかく研究協力を買って出てくれたことは評価に値する。僕はラフォート研究所に戻って準備してるからさっさと来てよ。大丈夫なの、ルドガー。行ったり来たりね。ナイアルっておかしな人だったわね。安心しろ、お前も負けてはいない。見よ、これが僕の研究成果の精霊更新機。名付けて、私、精霊とお話ししたいわ。こんなのが？侮るなかれ。魔物との交信を目的に開発したのだが、なんと精霊の声が聞こえたのだ。大丈夫なのか。失敗作じゃん。科学の発展は常にこういうものなのだ。覚えておけ、お嬢ちゃん。なんかかっこよく見えてきた。私がこれをつければいいのね。ああ、待った待った、つけるのは精霊じゃなく人間な。それならどうして私が必要だったの？精霊と交信できた時に向こうに事情説明する精霊が必要だろう。怒らせたら大変だからな。そう、なら仕方ないわね。いいのか、爆発するかもしれんぞ。
ドガ、どう？精霊の声は聞こえる？うわぁ！どうしよう！今回のことがうまくいけば、ミラ、きっと私を褒めてくれるわ！あなたが早く姉さんと呼んでくれるように、私頑張るから！あ？ルドガ？ねえ、聞こえたの？頼りない言い方ね。声が聞こえたか聞こえなかったかでしょ。うん、ねえ、どうなっている。やっぱダメだったのかな。正直言っちゃうけど、どうにも不完全なんだそれ。これ以上力になれそうもないわね。帰りましょうか。あ、待って待って、大事な話があったんだ。もう大事なことは最初に言ってよ。私、精霊とお話ししたい輪を無理やり外そうとすると死ぬから。ジンテクスが切れたら自然に外れるから、それまではそのままね。とんでもないものをつかまされたな。ごめんなさいね、ルドガ。私のためにあなたが大変な目に。こんなのを取ったぐらいで死ぬってちょっと大げさね。どちらにせよ、精霊と交信するのは諦めた方が良さそうだな。